やってる。このハサミで切ったら裂けていくんで、今この裂けてる部分、今ここら辺まで裂けてるから、ちょっと手前まで、ここヤスリで、で、やるときはヤスリこう擦りながら、この穂先くるくるっと回したんだ。はい。ほんだら、全体的に、ノコギリでギリっていうような感じで、ガーッとこう。はい。で、この角、この角使って。で、もっと手前もこうやって、長く持ちすぎた。ちょいちょいちょい。はい。そうだね。根気いるけど。削ってあげる意味ないかな。なるべくずれんように。近くへ持って、自分の指近くに持ってったら、この削ってるところと自分の持ってるところが、はい、距離あんまり短いから分かりやすい。で今ここで穂先入れても、これ意味なくなるから、はい、これはもういらない。はい。で一応お客さんには一応まあ今折れてるんでここまで切りましたと、はい、でこの缶つけたらつけて穂先の缶つかないでこれ取って穂先の缶入れますよっていうふうに一応確認お客さんの合意のもとででやってます。でこのライトがここに種類あるんで、でもトップ穂先だけでこの赤くのったトップ穂先を使います。で大体サンゴのサウンドであるんで、だいたい 1.3 から4くらいかな、5くらい。これで一回仮に止める。でこれでこのガタがないか、でここでガタガタやったら1個小さいやつを入れてみる。残り 1.4、 1.4 でちょうどいい感じ。はい。逆にもう一個小さいで 1.3、 これもう入らない。はい。だから 1.4 で今ちょうどいい。でこれをつけるための、手順、このまま、つけてもこの穂先は加工してて表面ツルツルになってるから、はい、接着剤の引っ付き悪いんで、とりあえず差し込んでこの一番どんつけまでってところを自分の爪で押さえて書いたらこれだけこの中に入るから、はい、接着剤の付きを良くするためにここをヤスリでちょっと表面ザラザラにする、はい、削りすぎたらまたこの首で折れるから削りすぎんように。で必ずこの、このトップガイドの首より竿先は絶対削らない。ここ削ってしまうとここが弱くなるから、はい、力かかった時にここでポキッと折るから、はい、でそれより手前をヤスリです。でこれ爪で押さえた状態でヤスリでこう削っていく。で削る時もこうシュ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 とするんじゃなくて握ってこの穂先回してあげる。ただもうこの表面色変わるよ。はい。でこれでもう表面にちょっとザラザラの傷がついてるから接着剤がつきやすい状態になっている。でこの状態ができたら、まあ、あとはもう接着するだけ。で竿によってはこのガイドっていうところに、合わせラインついてるやつがあるね。安い竿にはついてないけど高い竿になったら、この線とこの線合わせたらまっすぐなりますよっていう合わせガイドラインっていうやつが全部ついてる竿もあるのね。ダイワとか島のガマカツとか有名なメーカーのやつが、はい、でこれはまあ安いリーズナブルな竿なんでそのようなついてないん でとりあえずは、このまんま普通につければ OK。で接着剤ないけど、瞬間接着剤、釣り用のやつがあるんで、この下に垂れないように穂先をこう 水平ぐらいにしといて、でここへつける。で、穂先を、入れる。で突きにくい時はちょっとこう前後にしてあげたらだんだんついてくるから。でこれでつきました。でこれですぐ閉じたらあれなん であと余った接着剤をタオルとか、ティッシュなんかで家に拭き取ってあげる。でこれで、とりあえずこう動かへんかっていうのをチェックしてあげて、で動かへんかったら OK で動くようやったら、もう一回接着やり直し
これ動くね。動くときはもう一回取ってあげて、で、もう一回削ってあげて、表面の接着剤を取ってあげて、もう一回接着剤を塗って入れてあげる。あんまりこの毛羽立ったところに吹いたら毛つくから、毛羽立ってないところに吹いてあげる。ここであとちょっと自然乾燥させて、でまあもしかしたら接着剤のバリがあったらこうやってもう乾いたらバリ手で取れるから、でこれで取ってあげる。まあもうこれも動かへん。であとは締めてあげて皆さんに。最終的にもう一回伸ばして、バランスやね、狭すぎてもやかんし、長すぎてもまた先で折れる原因になるから、まあお前たちつける前に全部確認してやるんだけど、まあまた来たお客様なんで、まあ、こんな状態で、1個詰めて、まあ、短くなりました。もし次まあ修理される場合はもうこれ以上短くなると、折れる原因になるんで、また新しい畑になると注文してで、ください。